どうも山崎亮です、えー、と先日ですね、えー、陶芸の師匠である松井さんに、えー、松井さんの人生について語っていただく対談これ第1回目見ていただいた方はご存知だと思いますけど第1回目でですね大学2年生までの話しかできなかったんですよ。それで 大学3年生以降の話を聞かせてくださいというふうに言ったところ今回第2弾が始まって結局ですね大学3年生から4年生、まあ、そして大学院のようなところですね大学院のようなところの1年生2年生ぐらいまでそこぐらいまでしか話聞けなかったんですねしかもそれで時間はですね40分以上かかってたんじゃないかなと思いますね えー、57分だ。もうほぼ1時間ぐらい喋ってたんだけど4年間の話しかできてなくて。<laughs> で次回からイタリアに留学するあたりの話になるということでこれ第3弾もまだ続くってことになっちゃいました。だから長く続きそうですね。長く続きそうなんでもちょっと気長に見ていただく方がいいかなと思います。で、えー、その話の中で、うん、と冒頭に大学の話の中で。 した時にやっぱり富本健吉というのは僕はとてもその気になっている人ではあるので、えー、富本のことを少し話をした上で、まあ、ささっと松井さんの人生についての話を言ったんですけどここで一回ちょっと富本健吉って誰なのっていうことについてのお話をしておいた方がいいかなと思い立ったということです。 というのはあの松井さんが学んだ学科がですね富本が作った学科だったからなんですね。これはまあとど,どう表現するのがいいのかわかんないんですけどね。僕は多分富本が作ったんだなと思ってます。当時そのその時代ですね。東京芸術大学ですらえっと当時期を当期、えー、とか時期を専門に教える学科はなかったので、えー、日本で初めての 当時期専門学科ですね、えー、だったと京都一律芸術大学が初めて作った学科でありあ、まあ、それを作ったのが富本健吉だったということなので、まあ、日本およびですね多分世界にもそこはなかったじゃないかっていう本もあるぐらいですねそうやって書いてる本もあるぐらいで結構だから極めて珍しい学科が。 そここにに誕生していいたということうなりますあと前回の話し合い話の中で松井さんとの話の中で、まあ、富本はその後、えー、と一律芸大の学長にもなりますよねなんて話をしてましたが、まあ、それはですね学長になったかどうかはもうほとんど疑わしいぐらいのもので、えー、まあ富本はもう病床にある時に「うんと学長お願いします」って依頼したんだけれども。 受受けけたのののかかかてなないぐらいいわららぐ感じですね意識朦朧とする中での話だったようでだから学長になって大学に行ったってことはないみたいなんですよ。学長としてお願いはされているんだけれども、うんまあ、その後富本は亡くなってしまうという最晩年の話です。でもあのそれより前に、えー、まずその一律芸術大学京都一律芸術大学のあ新しい学科の担当の教員になったということは どうも確かであり、それはすごく日本の中でもまあすごく新しかった。で、その学科の中で学んでいた松井さんの話なんですよね。もちろん時期はだいぶ違います。時期はだいぶ違うんですけれども、松井さんが学んだのはそこから40年50年経った後ぐらいのお話だったろうと思いますけれども、うんとただなんかこう雰囲気がねよくわかったんですよね。 つまりその学科の中で民芸というのはあまりこの歓迎されていないあの存在であったという話が出てきたわけですけどそれはすごくよくわかるなという感じですね。芸術的なものの方に作っていくのかあるいはえと機械みたいなものをちゃんと使って作っていくのかというあの2つに分かれるわけで。 いわゆるそのデザインの方向に行くのかあるいはアートのような方向に行くのかでも民芸みたいなものっていうのは大学で学ぶようなものでもないんじゃないだろうかというその感覚はまあ当時の教員の方々がどれぐらい意識していたかわからないんですけれども富本的ななな感覚だなというそんな印象がありますね富本健吉は今でいうところの奈良県安土村というところに生まれて。 生まままれただけでででではなくてて結構長いいい間そそここ過ごしすすねそこで住んでいます、まあ、東京の美術学校行きましたのでいわゆる東京芸大になるような学校ですけれどもあのそこに行って建築を学んでますからあ、まあ、建築の、まあ、仕事に就こうとは思ってたんでしょうね。で途中からまあ途中からというか建築学科を卒業する時に、まあ、卒業ちょっともう卒業政策早めに提出しちゃって。 これつって認めてもう卒業が認めてもらえるんだったらすぐ僕はイギリスに行きたいって言って私費留学するんですねイギリスに留学をして、えー、当時イギリスの最先端だったデザインについて学ぶというまあ行動力のある方だなと思います。当時最先端だったというのはですねもうちょっと詳しく言うとうんと富本が留学したのが1900年代の初め頃なんですけれども。 1900年に入るちょっと前ぐらいまでにすごく盛り上がっていたのがアーツクラフトという運動で、えーまあ、その後も盛り上がったんですけどね、うんとまあ、ジョン・ラスキンという人が1819年から1900年までですので富本が留学した時にはもうジョン・ラスキンはイギリスで亡くなっていた人ですこのジョン・ラスキンという人がアーツクラフトの基本的な思想を作った思想家であり この弟子がウィリアム・モリスという人ですね。ウィリアム・モリスはちょっとまあ短命だったこともあって、ジョン・ラスキンが亡くなるよりも7年ぐらい前に多分亡くなってますね。年齢は13歳かな、14歳か年下なんですけどね。だから本来もうちょっと長くまで生きるんじゃないかと思われていた人ではありますけれども、まあ、残念ながらちょっと早くして亡くなってしまった人です。でまあ、ウィリアム・モリスが実際には実行力のある人ですから、えっと、ラスキンの思想を ちゃんと形にしお商売に変えていくというようなことをやっていて。1890年ぐらいにはもうモリスも晩年であり、作品作りというは社会を変えていこうっていうような運動を起こしているような時期でした。だから、まあ、そういう美しいものをきっちりと手仕事で作っていこうということで、アーツクラフツというものが出来上がり、機械文明のようなもの機械で作ったものなんて。まあ質もあまり良くないのもあるし、何より作ってる人が楽しくないじゃないかと。 ね、自分たちが作ってその労働の中に喜びがちゃんと感じられるかどうかが大事なはずなのに機械で作ることになったら人間は材料を掘り込むだから出来上がったものをこう受け取る、まあ、これだけになっちゃう,もう,もう自分の手でこれ喜ぶかなとかね使ってる人たちが使ってる状況を見てもうちょっと取っ手を大きくした方がいいかなとかねこんなことを考える余地がなくなっちゃうわけですよね。 なので人間の労働がつまんないものになるような、まあ、そういう作り方は良くないアーツ・ンクラフトは基本的には <coughs>、まあ、その部分を大切にしたわけですね、えー、でところがウィリアム・モリスが亡くなった後はまあレザービーであったりとかウォルター,クレーン・クラインであったりとか あるいはチャールズ・ロバート・アッシュビーであったりとかそのモリスの弟子の人たちがアーツ・アンド・クラフト展協会という協会を作って、うん、でそこでさらにアーツ・アンド・クラフトっていうのは盛り上がるんですけど当時つまり、えっと、モリスが亡くなった後だから1900年ぐらいからですよね1900年ぐらいからモリスの弟子たちが機械やむなしというかですね 機械使って生産するのもやむを得ないねだったら機械なりに美しいものを作るということにした方がいいんじゃないかっていう方向に行っていた時代ですねあのモリス自体はさっき言ったみたいにあの手作りの喜びのようなものっていうのが職人にも感じられなきゃダメだと労働が、うん、つまらないものになるというのは最も悪いことで我々の人生の中で働いている時間って結構長いんだからそこは大事にしなきゃと でそれでもちろん美しいものが作られてその美しくて丁寧に作られて労働が楽しいものであるというその状態のものをみんなが買ってで身の回りに美しいものをたくさん置いておくことこれが大事だっていうふうに言った人ですね。で言った人なんですけど実際何が起きたかというと丁寧に手作りをしているとですねモリスのお店はモリス商会は売ってるものが高いってことになっちゃったんですよ。機械で 作ったもものはどうしてもやっぱり安いのでで、えー、質は当時あんまり良くなかっったですねやっぱ手作りものの方がやっぱりあの複雑なこう形作ることができますから人の手で、えー、削ったりとか切ったりしていけばねで機械は当時まだそんなにその3次元に切ることとかできませんでしたからある意味ではその割と単純な形にどんどんなっていっちゃうんですね。そんなな単純な形になっ でまあ例えば1時間の間に20個も30個もものが作れるようになるということはやっぱそれはそれでいいんだけど単純な形で労働者も喜びを感じないようなものを安く売るなんてダメだってモリスは言ってたけど結局モリス商会は金持ち相手の仕事しかやってないじゃないかとあんなもの市民に広まってないじゃないかっていうようなことになりモリスの弟子たちは悩むわけですよね。モモリリススももちろん悩みますモリスは あとそういう丁寧な仕事が評価されないでこんなふうに揶揄されるような社会の仕組みを変えなきゃいけないって言って社会の方を変えていくっていう運動を起こすわけですけどえっと弟子たちはまだちょっと社会を変えるなんて大きなことは言えないのでどうしたもんかなって言って出した結論がまあ機械使ううのしょうがないよねとやっぱりでも機械使うからこそ機械が美しく作れるようなデザインを考えなきゃいけないんじゃないかと。 直線を組み合わせていくんだけれども、うん、美しい形っていうのはないのかなとかねそんなことを考え始めます機械で作ったものは安っぽくて粗いものであるという概念を変えていく方向に行きましただからアーツクラフトっていうのは実はそういう前期と後期があってですね前期の方はモリスあるいはモリスの師匠さんたちもいるわけですけどあるいは先輩たちもいますねラスキンだったりラファエル・ゼンパだったりとか そしてあのバン・ジョーンズだったりウィリアム・モリスだったりっていうような人たちが前半期をの概念を作ったり運動を起こして広げたわけですけどそれをこう引き取った後半の部分というのはですねえむしろその量産だったり機械化をどう美しく成し遂げていくかってことです。で話がちょっとえイギリスに行っちゃいましたけどえ結局富本賢吉がイギリスに留学した時っていうのは前半だったのか後半だったのかというと後半なんですよね。 1900年過ぎてからなので,で彼は、えっとまあ、ビクトリアン・アルバート美術館という美術館に通って毎日のようにスケッチをしてるわけですね。 でまず美術館でスケッチができるということがとても大切ですしそれから美術館が無料であったということもすごく大事なことで、えー、留学した日本人がそこで毎日入り浸っては、えー、ずっとスケッチを描き続けることができそういうスケッチが今もいっぱい残ってるんですけれども富本賢吉が何を見てきたのかっていうのがわかるわけですがそこで影響を受けた人が日本で。 まあ人間国宝の第1位になる一番最初の人間国宝として指定されるような大物になっていくんですがイギリス感謝ですよねビクトリアアルバート V&A に感謝するっていうだから V&A の存在意義っていうのは実は国内だけではなくて海外の人の活躍にまで影響を与えているということになりえるわけですからやっぱりなるべく自由にそして安く美術,家美術品に触れることができる場所を作るってことはすごい大事なことだと思います。 というようなことを熱弁を振るっている美術館についてという動画もまたこの YouTube の中に入ってますが今日はその話は置いときます美術館は本当大事だと思うんですけどねただ、えー、いずれにしても富本健吉がそのビクトリーアルバート美術館に行っている時に当のイギリスでめっちゃ流行っているというか主流になっていたウィリあのアーツクラフトという運動は後期の方の運動ですから つまり機械やむなしっていうことになった時に機械でも作ることができるような美しいデザインというのがガンガン出てきていたわけですね。でこれの師匠さんたちはどんなものを作ってたのかなっていうことを見に行くためには V&A が良かったわけです。でこの V&A ビクトリアアルバート美術館まあビクトリア女王とその夫のアルバート公爵かな、えー、この2人を記念して作られた美術館ですが。 あまあビクトリア時代のものもが置いてあるとうことですねビクトリア女王も1900年に亡くなってますね、えー、なのでジョン・ラスキンと同じなんですよね。ジョン・ンラスキというのはビクトリア女王とほとんど同じ時期を生きた人でビクトリア朝時代という時代をほとんどこう象徴する思想家なんですけれどもその時代のものが収まっていて、まあ、日本のものとかも結構入ってたりするんですね。 ただ、その時代のものを見ていくということはウィリアム・モリスの作品がそこに置いてはあるんだけれどもちょっと前の手仕事の仕事ですねそれからそこにウィリアム・モリスの弟子の作品もどん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 収蔵されるようになってきてこっちは最先端のアートですそして企画展のようなものでウォ、えー、ルター・クレインであったりとかレザビーであったりとかアッシュビーであったりとかのあ作品もそこにどんどん入ることになってきて。 入入れれば入るほどうわこれか最先端のやつって富本は見ているだから生きているモリスに会えないし生きているラスキンの話を聞くことはできないわけですけれどもただ同年代を生きる人で当時まあ50歳とか40歳とかの働き盛りになっているような人たちの作品が V&A の中に出てきたりしますからわわレザビーすげえとかクレインすげえとかね、えー、アッシュビーすげえとかないうことになっていたでしょうね。 あるいは、えっと、日本の浮世絵だったりとかあるいは、まあ、あの投稿陶磁器を作っているような人の日本の作品なんかも入ってきてましたから改めて日本を振り返るきっかけにもなっていたと思いますただ重要なことはですねよくその、まあ、富本賢吉というのはイギリスに渡ってアーツクラフトツの影響を受けて帰ってきたから民芸と近くなったんだっていうの話になることも多いんですがうーんとアーツクラフトツの後期なんですよね 機械化もやむなしとなっているところの同時代の人間としてまあ当時まだ20歳そこそこなんですけど富本は自分たちの先輩とかがあるいは同時代の人たちがすごいデザインを出してきているというのは最先端のデザインであり機械のデザインでもあったってここに影響を受けつつ自分よりちょっと年上のうんと機械じゃダメなんだよって言っていたような人たちの影響も受けて、えー、帰ってくるということになりますね。 帰ってくる船の中で、えー、英語をしゃべる友達ができて日本に同じように向かっていたんですけれどもこの友達が富本と仲良しで日本に戻った後も手紙とかをやり取りできるんですけれども友達はバーナード・リーチっていう人イギリス人ですけどもこの人のも友達で富本はその後バーナード・リーチと会うことになるんですね友達を返してで、まあ、当の友達は途中でイギリス帰っちゃうわけですけどバーナード・リーチと富本が仲良くなって で2人とも別に陶芸やってた人ではないんですけれども、まあ、上野で、えー、少しそういう陶芸体験のようなことをやった時に2人で「めっちゃおもろいねこれ」なんて言っちゃってで、えーまあ、陶芸やりたいっつってあのリーチが、えー、釜を自分たちで作っちゃって富本もその後奈良の実家のとこに釜を作ったりとかしながら陶芸をお互いにですねやるということになります2人共通の,あの師匠がいるんですね、えー、でまあこの師匠この師匠の 師匠ぐらいが作ったものは実は V&A で飾られてたりするんですけどまあそういうなんかこう脈々とした流れの中で2人がまあ陶芸をやるようになりそしてその陶芸ということを通じて、えー、民芸の運動にも近づいていくことになります。それで富本健吉もまた えっと民間芸術っていうんですかね民間の方々がやっているえっと芸術的な活動についてすごく評価をしていた人ですので、えー、まあ柳宗内さんが民芸という言葉を作る前に富本健吉は10年前ぐらいに、えー、民間芸術っていう言葉を作ってますこれも略すと民芸なんですけれども民間芸術という言葉を作っていてで柳宗内は他のその河合康次郎とか 浜田障子とかっていう民芸の仲間たちと共に、民衆的工芸っていう意味での民芸という言葉を10年後に生み出すわけですね。10年後に生み出すんだけれども、当時もう有名になっていた富本健吉が民間の芸術も大事だって言っていることに対して、あ、これ結構近いかもと思って近,近寄っていって、そのまあ、3人ですね、柳さんと河合勘次郎と浜田障子に加えて、 えー、富本健吉も入れて4人で、うんまあ、民芸の美術館を設立しなきゃいけないんじゃないかっていう提案を行ったということです。だからこの当時は というのが、まあ、要するにその何もなき人たちが地域で作っていたようなものの中に美しさを見出すということと、富本が民間の方々がやっている芸術っていうのがいいんじゃないかって言ってるものが近いかのように見えていたんですけれども、その後いろいろと考え方が変わってくるんですね。やはり富本はえっと芸術的なものをやっぱ作りたいということなので、作品というものをちゃんと作っていこうと思うし、で一方で えー、残りの3人はですねいやいやいや民衆的工芸なんだから別に作品とか言わなくていいし、まあ、そもそも作者の名前を売っていくなんてことをやるのも良くないとでそうではなくてそういうそのなんか芸術的な攻略計略性のようなものとかね考えてこうすれば売れるかなとかじゃなくてとにかく使う人たちが使いやすいようにそして、えーまあ、強くて割れにくくてですね軽くて、えー、で、えー、と人々に喜ばれていて。 で、値段も安く抑えるようなものですよ。こういうものを作り続けている人たちが全国にいて、これこそ評価せねばならんことじゃないかっていうことなんですね。で、僕はこの考え方がコミュニティデザインにすごく近いから、民芸いいなと思っていたんですね。その無名性も含めて、作家性みたいなものをあんまり言わないっていうことも含めて、いいな民芸と思ってたんですが、 あのまあ、そのメンバーの中の一人にいた富本健吉に気になってみて富本の主張を読んでみるとまたそれはそれでわからんでもないと、うん、つまりあのそ,それをやっていてその名前が売れてないということになってくるとその機械化のような波が押し寄せてきた時に太刀打ちできなくなってしまうと。だかららもし手作りの方向で進めよううと思うなら これは致し方ないことだけれども手作りがやっぱり美しくてブランディングされていてそしてあの人の作品かって言って値段がどんどんちゃんと上がっていかないとその仕事続けられないじゃないかというわけですねそれ今までは良かった今まではその機械とかがなかったから、えー、と地域の方のために器を作っていれば良かったし地域の人もそれを使っていてでいざっていう晴れの日には、うん、どっか遠くから九谷焼きかなんか買ってきたやつを使えばいい。 でも普段の日はお茶碗は何もその辺の人が作ったものがいいよっていう風に言えたしその需要はあったわけですけど例えば本当に100円ショップのようなところで売られるような器がいっぱい日本中に機械で作られて流通するようになった時、えー、と地域のものっていうのを買うかどうかっていうとそれは難しいぜとだから手作りのことが大事だと思うなら手作りの方で作ったものに対して無名性を強いてはいけないあのそんな作家とか言っちゃダメよなんて言っていると 多分もう仕事を続けらんなくなる未来が来るんじゃないかっていうのは富本が読み込んでいたことだと思いますね。えー、なので富本自身はもう富本が作ったっていうことをちゃんと披露しで富本が作ったものでクオリティ高いんだから、えー、それなりの値段を出してもらわなきゃいけないということまでちゃんと考えていた人間だというふうに思います。路線はだいぶ変わりましたね。 結果的には少しその一緒に活動していくのが難しくなって同じ枠組みの展覧会に並べることすらも難しくなってくるということで例えば一部と二部に分けて展覧会を作って一部の方にはその民元関係のものが出ていて二部の方には民芸関係のものが出ていくとかちょっとこう一緒にはなかなかできないというようなそこまで分かれていくぐらい主,主義主張が違っていたということですね。 富本の場合はうん、まあえー、機械やむなしという立場でもありましたしそれから一個一個ですね器に、えー、と筆で絵を描いていくというのも手仕事として美しいんだけれども、えー、と時間かかるから例えばゴム印というものが新しくあるって思えばゴム印をデザインしてゴム印で器に印こう絵をハンコみたいに押していくみたいなことも試していて。で このさっきのバーナード・リーチがイギリスに帰った時にイギリスで富本展やりたいんだけどって言われた時にこのゴム印で作押したやつとかを試しに送っているんですよね。でバーナード・リーチはそれが全部同じ形でゴム印になってることにがっかりするわけですよね。やっぱりその手で書いてくれた手仕事の美しさのようなものを日本の手仕事だって言ってイギリスで、えー、展覧会やって即売会みたいにやろうと思ってたのになんでゴム印なんだよっていうふうに思う。で富本側としては そういういいいこととも努力していかななきゃいけないんだと新しい時代に向けてでこれがさらには機械になるかもしれないわけだからそれの基礎を作っとかなきゃいけないって言ってゴム印で美しくなるようなデザインってどんなものなのかとかいうのを、まあ、考え始めたりもするわけで結果バーナード・リーチともまあ少し分かれていっちゃいますよねバーナード・リーチはどうだろう柳さんとかその民芸の方とはとても親和性が高いわけですけれどもかつて仲良しだった富本とはちょっと違う方向に行ってしまうというようなことにも なるわけですでちょっと時間が経っちゃいましたがまた富本さんについてはもっといろいろ語りたいことがあるんですが、まあ、その路線で行く富本健吉ですから当然まあそしてその第1回の人間国宝の選定の時にもやっぱりちゃんと名を残すことになって富本がそれを、まあ、最初は引き受けたくないって言ったらしいんですけれども周りの説得によって人間国宝を になることを決断するとなることとなこを決断したのである意味では富本的な方向で行こうと思う人たちの到達点は一つは人間国宝だなというふうにみんなも認識できるようになるというまあ、そういう洗礼を作ったということです。でその富本が東京芸術大学の教員になりでそこから何年かがやった上で今度は京都の一律美術学校ですねの 教員ににななることになりますで京都一律の芸術学校、まあ、美術学校は、えっと、当時その専門科というかですね専門学校のようなところを、えっと、大学にしなきゃいけない時期であり それはその東京芸大が大学になった時と同じようにいろんな学科を入れていって専門学校ではなくえっと大学であるという状態を作らなきゃいけなかったので京都一律大学の方も一律芸術大学の方もいろんな学科を新しくこうつけていこうというそういう時期でえっとすごく有名だった富本健吉を呼んできて東京芸大から呼んできてそして新しく陶磁器科という科を作ってもらい そしてそこに富本の名前で他の人たちもねいろいろと呼ぶっていうようなことでえ大学を大学なりを果たすというのかなえ芸術大学になることができたということになってますねえなので多分それはあのとてもその珍しい当時のね芸大の中での動きとしては珍しいそしてあの先進的な動きだったというふうに思います話がすごい長くなったんですけれどもそんなふうに出来上がった陶磁器科だからこそ え松井さんがですね丹波立ち食い焼きあたりで民芸を学生時代に学んでそれでそのその作り方を大学に帰ってきてそして自慢げにね、えー、民芸っぽいやつをいっぱい作った使ってどうだっつって先生に見せてみたらそんなの駄目だとそんな民芸は大学でやるようなもんじゃねえというふうに言われる。でもう少しこのね、えー シュッとした美しいものを作っていこうとするのかあるいはその,その機械とかの工業の部分にうまくフィットするようなデザインを付加していくのかまあその一律芸大の中ではやっぱりそういうどっちかに行きましょうと、うん、美しいであの工芸品に持っていくのか民芸ではなくて工芸品に持っていくのかいわゆる機械と共存していくようなデザインを考えていくのかど,どっちかでないとダメだよと民芸っていうのはそんなのはその民衆的なものである。 だから大学まで来て学ぶようなものじゃないという雰囲気が残っていたというのはすごく頷けることでしたねだから松井さんが学んでいたその京都一律芸術大学の中の陶磁器科での雰囲気の話をしてくれた時になるほどわかるっていうふうに思った、えー、背景は今言ったようなことが入ってるってことですね。 その富本健吉が初代だったところの学科の雰囲気として当然そうなりますよねその機械に合わせたようなものの方向へ行くつまりゴム印で押してもいいんじゃないかあるいは機械がそのろくろを回してきれいに仕上げていったりとか、えー、と焼くところもベルトコンベヤーみたいにわっとこう入っていくみたいなことでもいいのかもしれないしなんかこう機械で美しく量産していくようなデザインを考えるのかそれとも富本健吉のもう一個の側面ですね。 作品人間国宝になるような作品をちゃんと作っていくんだっていう方向になっていくのかどっちやるのっていうふうに出来上がった学科で民芸ですっていうことを言った時にはあままり人気がななないいいいとととうことになるんじゃないかと思います、まあ、結果松井さんは民芸すごく好きでね川合勘次郎大好きで松井勘太郎という名前に変えたぐらい勘次郎から勘太郎という名前にしようって思ったぐらい、えーまあ、民芸に惚れ込んでいた高校生だったわけですけれども。 大学行って民芸がないがしろにされてるということを気づきそして八木さんという人に出会いそして八木さんについていくことによってまあ河合勘次郎的に言うといわゆる芸術の方ですよね芸術的なものにしていくという方向に追随すると民芸ごめんっつってそうじゃない方向に行き始めるわけですね。 結果まあ,あの大学院生までもそういうところまで行きでイタリアにも留学するんですけれどそれを芸術として留学をする芸術についていろいろ学んでくるけれども日本に帰ってきてもう一度多分ねいつかまた民芸というのがよみがえると思うんですよ。というのは松井さんはネオ民芸とか言って活動し始めたりとかして結構面白いことをやっていたので,で僕が知っているのはその松井さんですからいずれまた民芸ということがよみがえー、ってくることになる人生を歩んでるだろうと。 思いますがただ、えー、明日アップするこの松井さんの対談第2弾は民芸から離れていく時の松井さんの話ですね。だいぶん距離が出ていく時の松井さんの話を明日アップしたいなというふうに思います。でも覚悟してみてください。57分ありますので、えー、相当長えなと思われるかもしれません。でも 学びは結構たくさんあるんじゃないかなと思いますね。聞いててすっげー面白いなと思うところがたくさんありましたから。そしてまた、えー、次に亀岡に行った時松井さんの釜に行った時にはちょっと僕も粘土こねながら第3回ですね3番目の話を聞いてみようと思います。イタリアに留学してどうでしたそこで何学びましたで何かいろいろ賞を取ったらしいけれどもその後ね賞を取ったあと自分は何を考えてたんですかというようなことをお聞きしてみたいなというふうに思います。 とということで今日はアーツクラフトの話が思いのほか長くなりましたね。アーツクラフトと富本健吉の話。アーツクラフトについてはまた別の機会に詳しくお話ししようと思います。今日は大分端はしょってしゃべりましたからねあの。自分でもコミュニティデザインの源流っていう本を出していて、あのこの本の中にだいぶアーツクラフト前後の話が、えー、トーマス・カーライルからの話ですよね。 えー、が入ってますエベレザー・ハワードまでの話が入ってますがあ、まあ、そんなことについて一回ちゃんと語るっていうような動画も撮影しようと思っています。富本健吉についての本は何冊か持っていますけど一番好きなのはこれですね近代の投稿富本健吉という、えー、辻元勇さんが書いた本ですがあのこの辻元さんというのは富本健吉の記念館の館長をやられている方だったと思いますね。 その方、だから富本賢吉の記念館はさっき言った奈良県の安堵村っていう村の富本の家がそのまま記念館になってるらしいんですよね富本の家ってねめっちゃ早く建てたんだったと思いますよ確か富本が買った土地をまず買ってですね5月に土地購入して8月にはその土地に窯を作ってそしてその土地の12月には家が完成してますから土地買ってからでいうと7ヶ月で。 家でできてるんですよね僕今自分の自宅を設計してますけど7ヶ月だとまだ今構造と断熱検討しているところぐらいまでですねあと1年ぐらいか,かかっちゃいそうですから富本の家は早くににできたんだなっていいう,ふうにも思いますでその家だと思いますけどねその家が今はうんとそのあとかなまた替えたりしたのかなちょっと詳しいことが分かんないんですがあ富本建吉の自宅だったところが今は記念館になっているそうで。 その記念館の館長を務めていた方が、えー、書かれた本だということですね。これはすっごい分かりやすかったですね。めちゃくちゃ読んでて楽しかった。なんだろう。なんか大河ドラマを見ている感じですよね。生い立ちから、青春から、美術家からの出発から、結婚から、あるいはそういう奈良の時代と東京の時代とですね、あと戦後、どんなことをやったのかっていうのが、七章構成になって話しされてますから。 一日一章を読んでいく感じですかね。一日一章を読んで1週間楽しめるようなあ富本の人生ですね、えーまあ。こんなのが分かるという本でした。他にもあの展覧会の時の富本健吉展の時のものがあ,あったりとかですね。あと富本健吉の,との陶磁器の模様ですね。えー、模様を 書いているもの、まあ、本当にこの手仕事というのを、ね、大事にした人でもあります。機械のことも考えましたけど手仕事も大事にした人なのでそういうものとかあとは富本建築の吉の絵手紙というのですね絵手紙をよく書く方だったのでそのさっきの イギリス時代もそうですね、えー、V&A に通ってそしてそこでいろんな絵を描いてさっと描いたものを誰かに送っていくというようなこともやってますのでその絵手紙がやたらとこうたくさん載っているような本ですけれどもあのその本も、えー、と辻元勇さんも共編者でもあるわけですけどね、えー、まあ富本に関する本はまだいっぱいあったりしますしご本人が書かれた本もお何冊か えー、ありますけれどもとにかくこの近代の投稿を富本健吉がね読んでてワクワクするんですよ面白いこといっぱい書いてあったんであの富本に興味を持った人はこれおすすめですねまずはこの本からっていうのがいいんじゃないかと思います30分超えちゃいましたね今日も長くなりましたが、えー、この辺りで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました